越谷市保健センターの栄養士です。妊娠中はご自身の食事について振り返る絶好のチャンスです。妊娠中の食事といっても基本的な部分は一般の大人の食事とほとんど同じです。今この機会に良い食生活を身につけてください。お母さんお父さんの食習慣は子どもの食習慣にも影響を与えます。妊娠中だけでなく今後もずっと続けていけるように少しずつ習慣づけていきましょう。今回お話しさせていただく内容はご覧の通りです。それでは一つずつ見ていきましょう。まず体重管理についてです。妊娠中の体重増加は自然なことで、お母さんと赤ちゃんにとってとても重要なことです。最近はスマートでいたい、太りたくないと考える方、反対にお腹の赤ちゃんのためにと食べ過ぎてしまう方も少なくありません。どちらも様々なリスクがありますので、体重増加を適正にコントロールすることがとても大切です。妊娠前に痩せていた方、妊娠中の体重増加が少ない場合はお腹の中の赤ちゃんの発育不全、切迫早産、貧血、低出生体重児、赤ちゃんの将来の生活習慣病などにリスクがあります。反対に妊娠前に太っていた、妊娠中の体重増加が多すぎる場合は妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの病気のリスクや分娩時の出血多量のリスク、分娩に時間がかかったり帝王切開分娩になるなどの可能性があります。妊娠中の体重増加量はこの表の通りです。妊娠前の体型が痩せていた方、普通の方は妊娠全体を通して10キロ前後の体重増加が推奨されています。実際に皆さんが何キロ増やしていけばよいのかは、かかりつけの医師や助産師へ聞いてみてください。次に食事のバランスについてです。皆さん1日3食食べていますか？妊娠中は必要な栄養が増えていくため、朝、昼、夕、また間食を利用してしっかり食べていく必要があります。朝ごはんを食べていないという方は生活リズムを見直して食事の時間を作り、まずは何か少しでも口にする習慣をつけることから始めてみてください。バランスよく食べるためには主食、主菜、副菜を揃えます。さらに1日の中で果物、乳製品も食べるようにしましょう。食品が持っている栄養はそれぞれ異なりますので、いろいろな食品をさまざまな調理方法で楽しんでください。もしつわりなどで食べにくいときは無理をせず、食べられるものを食べられるときに食べてくださいね。こちらはバランスの整った食事の例です。ご飯を主食として、主菜はミートローフに付け合わせの野菜、副菜は野菜とキノコの乗り合いで、しらすやごまなども入っているのでカルシウムも取れる簡単小鉢です。具沢山の汁物にいちごの入ったヨーグルトのデザートがあります。野菜から食べ始め、しっかりよく噛んで食べるようにすると満腹感が出ますし、消化にも良いです。こちらは1日分の食事例です。妊娠していない時や妊娠の初期には朝、昼、夕の3食に間食を加えて、このくらい食べられると1日に必要な栄養が取れます。ご自身の食事と比べていかがでしょうか？さらに妊娠中期や後期、授乳期には必要な栄養が増えます。中期では主菜、副菜、果物、後期と授乳期には主食、主菜、副菜、牛乳、乳製品、果物をプラスして栄養を補うことが必要です。体重の増え具合を見ながら調節してください。また一度にたくさん食べられない場合もありますので、間食の時間などを上手に利用しましょう。妊娠中特に取りたい栄養は葉酸、カルシウム、鉄分です。一つずつ見ていきましょう。葉酸は実は妊娠前から積極的に取りたい栄養素です。お腹の赤ちゃんの神経管閉鎖障害の発症リスクを減らすと言われています。神経管閉鎖障害とは妊娠初期に作られる赤ちゃんの
脳や脊髄の元となる神経管がうまく作られないことによって起こる神経の障害です。そんな大事な葉酸はほうれん草やブロッコリー、アスパラ、トウモロコシ、枝豆、納豆、いちご、焼き海苔などに多く含まれています。また葉酸のサプリメントや補助食品なども売っています。ただし手軽だからといって摂りすぎは禁物です。使用する場合には1日の摂取目安を守って利用してください。カルシウムも積極的に摂りたい栄養素です。ご存知の方も多いと思いますが、カルシウムは骨や歯の材料になる栄養素です。お腹の中の赤ちゃんの骨や歯もお母さんから材料のカルシウムをもらって作られます。また出産後の授乳期には母乳を通じて赤ちゃんにカルシウムをあげていきます。不足しないように牛乳乳製品のほか、緑黄色野菜、大豆製品、小魚、海藻類、ごまなどを食べるようにしてください。またビタミン D はカルシウムの吸収を助けたり、ビタミン K は骨へカルシウムをくっつけるのを助ける働きがあります。ビタミン D は鮭やイワシ、カツオ、マグロなどの魚介類やシイタケ、キクラゲなどのキノコ類に多く含まれるほかに、日に当たることで体の中で作ることができます。ビタミン K は小松菜、ほうれん草、ブロッコリー、納豆、チーズなどに多く含まれています。続いて鉄分です。妊娠中は血液の量が増え、赤ちゃんや胎盤作りに鉄分が必要なため貧血になりやすくなります。レバーや赤身の肉のほか、マグロやカツオ、アサリ、小松菜、ほうれん草、高野豆腐、レーズンなどに鉄分が多く含まれているので、積極的に食べるようにしましょう。また野菜や果物に含まれるビタミン C や先ほどお話しした葉酸は鉄分の吸収を助けてくれるので、合わせて食べると効果的です。最後に気をつけたいことをいくつかお話しいたします。妊娠中には注意が必要な魚があります。魚は良質なタンパク質やカルシウムなどを含んでいるので積極的に食べたい食品ですが、一部の大型の魚には水銀が多く含まれており、赤ちゃんに影響を与える可能性があるので、食べる量の目安が示されているものがあります。この表は魚1食あたりの水銀量を黒丸で示しており、1週間に1個までが食べて良い目安量です。イルカやクジラなど日頃食べない魚も多いのですが、赤字で示しているタイやカジキ、マグロ類は目安を守って食べるようにしてください。同じマグロ類でもキハダやビンナガ、ツナ缶、その他鮭、アジ、サバ、イワシなどの魚は安心して食べられますので、一部の魚に偏らないよう、いろいろな魚を食べるようにしてください。続いて食中毒です。妊娠中は免疫力が低下するため特に注意が必要です。中でもリステリア菌による食中毒はお母さんへの症状は軽いことが多いですが、胎盤を通してお腹の赤ちゃんに感染し、早産や流産、新生児髄膜炎、新生児敗血症などの原因となるので注意が必要です。リステリア菌は食品を介して感染し、塩分に強く冷蔵庫でも増殖できる強い菌です。加熱殺菌していないナチュラルチーズや肉や魚のパテ、生ハム、スモークサーモンなどは妊娠中は避けた方が良いでしょう。その他の食中毒の予防のためにも、冷蔵庫は過信しすぎず消費期限内に使い切るようにしてください。十分な加熱で予防できる食中毒も多いので、食材の中心までしっかり火が通るように加熱しましょう。また調理や食事前の手洗いも大切です。次に妊産婦特有の病気のことです。妊娠高血圧症候群は妊娠前には何ともなかったのに、妊娠20週から出産後12週で血圧が高く尿にタンパクが出る病気です。
低出生体重時のほか、早産や死産、母体の痙攣など、赤ちゃんへもお母さんへもリスクがあります。原因ははっきりしていないのですが、無理をせずに睡眠休息を十分にとり、体重の増えすぎや塩分の取りすぎに注意をすることが大切です。妊娠中は食事量が増えるので塩分も多くなりがちです。薄味を心がけ、醤油や味噌などの調味料だけでなく、薬味や香辛料、天然の出汁、酸味などを利用しましょう。また、新鮮な食材を使用することで、素材そのものの味を楽しむことができます。また、妊娠中に初めて発見、または発症した糖代謝の異常を、妊娠と尿病と言います。お母さんが高血糖だと、お腹の中の赤ちゃんも高血糖になり、巨大児のリスクや、生まれてからの低血糖症や黄疸のリスクがあるため、バランスよく適量をよく噛んで食べるように心がけてください。便秘については、妊娠前には悩んでいなかった方も、妊娠によって子宮や腸が圧迫されるため、便秘になりやすくなります。食物繊維の多い食品や、ヨーグルト、果物をしっかり食べ、また適度に油も取るようにしましょう。また水分をしっかり取り、規則的な排便習慣をつけることも大切です。いろいろなことをお話しさせていただきましたが、まずはご自身の食生活を振り返り、できることから少しずつやってみてください。最初にもお伝えしましたが、妊娠中だけでなく、出産後も続けていけるように習慣化することが大切です。負担になりすぎない程度に、また時には息抜きをしながら食事を楽しんでください。気になることや心配なことがありましたら、かかりつけ医や保健センターへご相談ください。